ディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、ドゥワー。せーの、アクアス、エイト、わわ。11月6日、水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。都知事件は那須塩原市にあります総水スクエアアクアスルーをお送りするアクアス8、水曜日のこの時間はアクアタイムと称しまして、栃木在住13年目女子高生150万人のアイドル、私次郎と、はい、小野助です。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒くなりましたね、はい、寒くなりましたね。他もなんか2週間くらい前から鼻水垂らしっぱなしです。もう私もね、これ、ね、あったんだん暑いになってきましたね。ね、もうそう、うん、何着ていっていいか分かんないっていう感じで、うん、でも会社いたらもうなんか冬物コード着てる人とかね、うん、いますし ね、うん、ね、風が冷たいし、あの日の光がね、あの冬っぽくなりましたよね。そうね、やっぱ弱まってる、あれ弱まってるというか、なんていうのかな、まあもう、まあ、11月で秋なんですけどもね、一応まあ日の光もどことなくやっぱり冬っぽいなっていうか、いよいよまあ山の方もね、あの白くなる日も近いかな。あれなんかね、あれ小市さんのブログだっけ、なんか霜が降りたみたいな、なんかフェイスブックだっけな、うん、なんか載ってたね。なんか今日でしたかね、やっぱ奥日光の方でやっぱ氷点下で下がったって言いますからね。そうなんだ、うん、だからやっぱりね、霜もそろそろ降りるのかなって、ね、うん、いよいよ冬到来の雰囲気がね、うん、でまあなんかね、紅葉とかもね、もうもちもち見頃を迎えたというか、もうピークに来てるのかしら、うん、ね、ピークに来てるとこと終わってかけてるとことあるみたいですね、ね、うん、はい、じゃあそんなわけで週末何してた、はい、もちゃんから言ってみようか、はい、はい、まあ、3連休だったんですよね。あ、そうだ、3連休だ、うん、3連休でね、うん、まあ、3日4日文化の日、うん、その振り返り月曜日お休みだったんですけど、うん、私はこの土曜日はですね、うん、土曜日の午前中は、うん、小田原のですね、産業文化財に、うん、行きまして、まあ、いろいろまた試食してきまして、うん、いろいろ食が出てるんですよね。うん、そうそうそう、美味しい漬物とかね。ああ、なるほど。あと羊羹ですか。羊羹、うん、それから肉のなんか焼肉バーベキューかなんかの、うん、パッと取ったらなんか食べたら肉だったんですけど、あれなんだと思うなってなんか牛肉って言われて食べたんですけどね、はい、うん、この辺で牛肉したら栃木和牛、栃木和牛ですかね、おたら牛か、おたら牛。それでまあそのまあ産業文化祭が終わって、うん、まあ、某食堂でラーメンを食べてましたら、はい、あのまあ次郎さんとね、なっちゃい、ああそうですか、会いましたね。ね、まあ某定食屋だったんですけど、私の行きつけなんですけどもね。うん、その後はあのこの間あのね、あの稲見先生と、うん、ゲストで来てくださいました。ね、人2名の雪役の鈴木さんがね、ゲストで来てくれたんですけれども。まあ、雪と任命、楽人座さんの公演ですね、こちらを見に行きまして、ああ非常に良い作品だったなと、ね、うん、ね、あの鈴木さんのね、雪の生歌が、うん、あ、聞けましたね、聞けましたね、どうもね、素敵でした、良かったですね。日曜日なんですけども、日曜日は私あの宇都宮の方へ行きまして、はいはい、宇都宮の、ね、餃子祭りを、うん、こちらの方に行きまして、たんまりと、たんまりと餃子の方100円で3個なんですけど、ああ、うん、シングル3個、おダブル6個、6個、ダブルだと200円、シングル100円、お、うん、だからどっちかというと200円で6個食べた方がいいのかなっていうような、うん、焼けっぱちでしたね。去年まではだって100円で5個だったのに、はい、今年は100円で3つなんですよね、はい、うん、焼けっぱちで、焼けっぱちで、はい、で篠原さんがライブをやってました、うん、篠原さんが、うん、はい、こういう振り付けのやつ、なんていう振り付け、あれは七色ですね。あ、七色、そうそう、七色が聞こえて歌ってたんです。こういうやつです。そう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 。で、まあライブの後にね、あの篠原さんに挨拶できればなと思ったんですけど、うん、あの見事にスタッフにかわされまして、かわされた。あの場内で餃子食べに行っちゃったと、いうことで、はい、ちょっと篠原さん直接挨拶はできなかったんですけど、あのステージノリノリでしたね。七色。踊るシンガーですからね、うん、あと野球選手になりたかったとかって言うたらなんてそう記憶の扉、ああそうそう、ああ、ね、ね、ありますね、あれも歌ってましたしね、うんうん、一通りいつも聴いてる篠原さんの歌は聴けたんじゃないかなと思います。お、うん、月曜日は、うん、あのオフにしました。ああ、うん、ちょっとでかくすぎちゃったんですそうね、はい、ジロさんは、そうです、
そうそう、2日の日はねもんちゃんともね会って、あの実際に人人形を見に行ったんですが、前日金曜日、アントライルの目の前の居酒屋さんに飲みに行きまして、はい、であの職場の人と3人で行ったんですけど、うん、そしたら元上司とあのばったり会っちゃったんで、じゃあ合流しましょうっつって、でその後まあ2次会でこうちょっとこう賑やかになっちゃいまして、うん、12時には帰ったっけあれね、はいね、はいね、お世話もぐらい、それで、その次の日はね、あのお昼食べてたらゴンちゃんと会って、ね、そのゆきと人形を見に行きまして、で3日は産業文化祭であの歌ってまいりました。ね、会社の人に PR してたらちゃんと見に来てくれてですね、何曲歌ったっけな、6曲、30分のステージだったんで6曲ぐらいかな、うん、歌いまして、はい、で4日の日はこの塩原温泉の方に登りましてですね、うん、であの富士屋さんでお茶したりとか山のモンレーブさんでちょこちょこっとお買い物をしたりして、うん、はい、であの最後にあのあそこだ奥塩原というか荒湯の、うん、はい、湯宗白樺さんの方で混浴に入ってきましてですね、だから温泉温まってまいりました。あそこ前にも前誰か前ガリオさんと行ったのかな、うん、でなんか乳白色のねお湯でなかなかこうゆったりできる感じです、はい、なかなか気持ちいい週末でございました。そんな感じでございます。はい、はい、じゃあ、今日の1曲目いってみましょうか ね、はい、ね今日お休みしてるんですけど、はい、ラフで、ね、4 years
送りした曲は、遠藤かおりさんでベストフレンズでしたね、はい、やっちゃいましたね、ラフで紹介しちゃった、はい、はい、ラフが来週来るんでね、よろしくです。はい、それではね、今日の次郎の書斎、今日はね、テーマが3つあったんだけど、ね、打ち出したのを間違ってね、あの、なんか1個タイトル間違ったんで、2枚だけね、あ、3枚も読むけどね。はい、じゃがじゃん、これトヨタどこへっていうタイトルが、これ朝日新聞の、デジタル版の方でなんかこういうタイトルでやってるんですが、まあ、タイトルは、自動運転ぶつからない、こういうタイトルでございます。自動運転の車って乗ったことあります？まだない、僕もないです、うん、ないよね、自動が運転する車なのか、自動車っていうぐらいだから自動で動くよみたいな話はあるんですけど、そうもいかない。で、今自動車業界で注目が集まっている衝突回避システム、これがね、これが、今なんか時速70キロ弱で直進してて、でそれこう歩行者が飛び出してくると、ちゃんとブレーキをかけて、しかもこう回避のハンドル操作をやるというのがあるんだそうです。ここまでやってくれると、もうなんかあとはね、スイッチを、ね、スイッチだけ入れて乗ってればいい、カーナビで目的地までこう行ってくれるみたいなね、やつがあればいいんですけどね。でもまあそういう時代が近づきつつあるという話でありますね。でなんかこれまでは歩行者を確認して自動ブレーキがかかる限界が時速40キロだったと。でこれがなんかレーダーの性能とかがなんか向上したんで、60キロから70キロでも作動可能になったと。今までは結局ブレーキで止まりましょうって言ってたのが、こうハンドルでね、ちゃんとこう操作して避けるっていうのができるようになったというのは大きいようです。で今までその過去のやつだと結局その、なんだっけ、どこ書いてあったな、ドライバーの、そのいわゆる乗ってる人の安全を確保する、で要は事故が起きた時にいかに安全にね、その収めるかっていうので、エアバッグだったりとか、あとそういったものがこう進化してたんですけども、これからはその事故を起こさない、回避するっていうことをこう進めていくっていうようなニュアンスの記事でございました。はい、というわけで、まあ、自動運転にぶつからないというこの一つでございます。でもう一個、じゃじゃん、はい、マグロやカツオ、先祖は深海魚、巨大隕石落下で進化説ということで、もうこれこのままです。で、マグロとかサバ科の魚類は水深 200m より浅いところに大体住んでるんだけれども、これがあの約6500万年前に起こった大量絶滅をきっかけに進化がどうも促されたようだと。6500万年前ってあの、あ、なんか今ね、あのスタジオの中で、ああ、あの時か見た人はどうやろ、でも思い当たることがあるみたいですね。そういう話がありました、ありがとうございます。あの時か、素晴らしい、素晴らしいリアクションですね。ちょっと話しましょうか、ね、というわけで、ね、でその時に6500万年前ってあのというと、恐竜が絶滅した時がね、この時じゃないかって言われてて、その時にやっぱりこう絶滅したのは恐竜だったけども、進化したのは魚でしたみたいなね、はい、そういうお話でございます。はい、でもう一個、はい、なんかこれタイトルをね、見させてもらわなかったんですけど、インド火星探査機打ち上げ成功すればアジア初ということで、はい、で5日に、まあ、アジアで日本も含めてね、日本、韓国、中国も含めて火星まで行った探査機ってまだなくて、ね、でこれが5日の日にですね、インド南部のアンドラプラデシュ州の宇宙センターから国産ロケットで打ち上げたと。読めませんねこれ。で、火星まで到達、火星の周回軌道、要は火星の周りをくるくる回る軌道まで行けば、まあ、アジアの国では初めてということでございます、ね。で第一の目的は火星軌道に到達できる技術力の証明という位置づけているけれども、内蔵センサーやカメラで火星の大気と地表の調査もする計画ということでございます。あのこう人面岩とかね、あのこう見れると面白いかなと思いますけども、で、これまでに火星の地表や軌道に探査機を送り込んだのはアメリカ、それから旧ソ連、ロシア、ね、それから欧州宇宙機関だけで、日本は1998年にのぞみを打ち上げてるんですけども、電子回路の故障のために周回軌道にたどり着けなかったということで、非常に結局それはどうなっちゃったんですか、行けなかった、だからこうどこか辿ってくかもしれないですね、スペースデブリになっちゃったかもしれないですね、だったかもしれないってことね、というわけで、まあ、これじゃあ望みはね、そのうち日本が自ら回収に行けるといいですが、
どこに溜まってるか分かんないわけですよ。溜まってるわけですね、うん、壊れたままの状態で行っちゃってる、行っちゃったわけですね、うん、あでも追っかけてるかもしれないですね。あのパイオニアが今なんか太陽系の果て行ってるじゃないですか、うん、あれと同じようにこう電波とかを発してひょっとしたらあのそうなんか軌道には行けないけど追っかけることはできてるかもしれないです。今どこいるんですか、こうこうこうつ稼いけなかったね、残念だけどみたいな、そういうやり取りしてるかもしれません。はい、そのわけで次郎の主催はこの3つでございました。はい、じゃあ続いてのコーナーは私ゴンドスケの食べちゃうぞ。はい、はい、もうこういう始める方もいいですね。食べちゃうぞ、ちょっとなんかめちゃいそうじゃないですか。疲れたぞ。疲れてるの？疲れてます。まあいろいろあるよね。はい、ということでこのコーナーは私ゴンドスケですね。あ、皆さん大好きでしょうかね、お菓子なんですけれども、意外な歴史ですとかね、それから意外な食べ方なんかもまあご紹介している、まあ、コーナーなんですけれども、まあ10月はね、はい、あの私あのチョコレートにちょっとこだわりまして、はい、あのいろいろチョコレートをご紹介したんですけれども、まあ、月も改めりまして、うん、またちょっと違うことやろうじゃないかと。それはなんかこう甘いことはもう言ってらんねえぜみたいな、そうなんですね。食べちゃうぞ。あ、そういうオチで。はい、ということで、はい、今日はね、うん、こちら。ハイチュウですか。ハイチュウ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 。ジュース、ハイチュウはまあご存知だと思います。食べます、食べます。これあの銀歯が取れちゃったりすると困っちゃうんですよ。あ、そうなんですね。意外にね、あの、意外にこう粘り気っていうか、ね、粘り気それがあってね。でもハイチュウってそもそも何なんですか。ハイチュウっていうのは、うん、ガムじゃないよね。これはチューイングソフトキャンディ。チューイングソフトキャンディ。チューイングソフトキャンディ。でこれはあの森永の製菓が、うん、1956年の森永のチューレットというお菓子があったらしいんですけど、ほう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 、これの後継の商品として発売を開始した、はい、それが1975年、で1986年にこの形として、まあ、再登場された。だから一回生産中止になっちゃったんですね。へ、うん、ですからチューレットが生産中止になって、これ一回はこのハイチューになったんですけど、ハイチューになった。そう、ハイチューっていうのは、うん、チューレットのハイグレード、ハイグレードのチューレット、へこれで森永のハイチュウ、こういう名前になったというわけですね。で、まあ、この1986年ですから、私高校、うん、あ中学校3年生かな、うん、の時に、まあ、今の形として、うん、まあ、コンビニエンスストアとかスーパーマーケットとか駅のキオスクなんかで売れるようになったですね。で、まあ、今は、まあ、まあ、ハイチュウという形でこういう形で売れているということですね。それでですね、今先ほどちょっと番組が始まる前にですね、うん、貴重な情報をいただきまして、うん、実はこのハイチュウのね、これのどうもミニ版というか、ちっちゃいやつがあるらしいと、ちっちゃくて酸っぱい版があるらしいということなんですけれども、実はこれ資料出てました、うんうん、2000年代ですから、まあ、現代になって、うん、ハイチュウミニサイズであるハイチュウキッズ、ハイチュウキッズ、ハイチュウアイスなど、そういうミニサイズもまあ売れるようになった。ハイチュウアイス、ハイチュウアイス、アイスもあるらしいです。うん、でまあこれまでに、ね、発売されたこの、まあ、ハイチュウの味なんですけど、うん、青りんご、これなんとなく覚えられますね。青りんご知ってるんですね、うん、だからアップル、うん、覚えてる覚えてる、アメリカンチェリーから梅、うん、オレンジ、オレンジはなんか、オレンジはもう覚えてないな。覚えてないですか、うん、カシス、カシスもあった、完熟みかんっていうのがあったみたいですね。そしてグレープね、グレープ、グレープ味は、まあ、あとグレープフルーツ、スイカなんていうのもあるんですね。お、うん、あとスーパーレモンですから、これが酸っぱい版なんですよね。なるほど、うん、これのだからミニ版が2000年代になって発売されたので、まあミニサイズのスパイマンというものが出てきたじゃないかと思うんですね。で、ミニサイズの味も結構ありまして、うん、ね、面白いところですと、綿菓子、綿菓子味って言われたんですよ。綿菓子味って、綿菓子ってどうだっけ、バナナ、
それからなんと秘密の味っていうのもあったみたいですね。3種類の味があり、次回購入の時は別の味の場合もあるという秘密の味ですから、開けてびっくり玉手箱という、まあ、そういう配置なんですよね、これね。まあ、何味が入ってるか分かんないけど、分かんないんですよ。その中のうちは3種類が入っていたって、いわゆるそのですから中身がなんか秘密なんですね、これ、だからラムネ、レモンスカッシュ、それから、先ほどのハイチュウ、ね、アイスって紹介したんですけど、サイのハイチュウのアイスでも、グレープとグリーンアップル、これがまあ2006年3月にこれアイスっていうのが初登場しているということなんですね。なるほど。それからそう、これがハイチュウミニなんですね、ちっちゃい通常のハイチュウの3分の1のサイズ、で国産のものでは最もちっちゃい、外側コーティングされており、からブドウ味と青リンゴとイチゴ、レモン味の味が入っている。ですから先ほど情報をいただいたそのハイチュウミニの酸っぱいのはハイチュウミニのおそらくレモン味であるということで、結論付けさせていただきました。まあいろいろこれあるんですけども、ハイチュウの美味しい食べ方ってこれはね、あんまり硬いときついなと思うんですよ。硬いときつい、冷やす、普通ね、チョコレートなんか冷やしますけど、ハイチュウはどっちかというと常温でいきたいなという感じですね。はい、やっぱこの前歯ですね、これちょっとこう切れ目をこうちょこっとつけてみる、それでつけ終わったら奥歯で一回グーとか、前歯で切れ目をどんな方につけるんですか。前歯のこの小前歯とか こういうふうに切れ目をつけて、切れ目、それから切れ目を切って前歯で噛み切ってもいいんですけども、噛み切らないでそのまま奥歯でグーッと。なるほど。そして水、水ですから、まあこれは十分甘いんですけど、そのあんまそうですね、こう一回こうなんかこう水で流すんですよ。そうまだちょっとこう甘い感触がこうベルのとこに残ってる時に煮込みがいくと、これが美味しい。ああ、はい、ちょっと間がありましたけどね、ということで、皆さんもこういう食べ方したらどうですか。今日は森永の配置をご紹介しましたことですけど、旅チャージョーでした。はい、じゃあ今日2曲目はですね、ギター持ってきましたんで、ちょっと1曲歌ってみようかと思います。はい、で昭和の、フォークソングでございます。ちょっとオリジナルなんですけどね。はい、じゃあクリスマスイブどうぞ。あ、間違えた、これ爆笑の入りだわ。僕にとって幸せだ。
静かなクリスマスイブ、ちょっと今指つり育ちたすいません。2番は、はいはい、近々のライブでやろうかと思いますの、ね、でよろしくお願いします。というわけで次郎でクリスマスイブでした。はい、はいはい、じゃあ週末情報いってますかね。はい、はいはい、11月になりましたね。はい、はい、というわけで今日は何から紹介していこうか。はい、こっちからいこう。はい、はい、紅葉なんですけども、はい、今はね、週末あたりがね、見頃になってるみたいですね。あ、そうそう、なんか写真が週末見に行ったやつが、これ福畑のあたりだったかなと思うんですけど、車でこんな感じ、こんな感じの紅葉が見えまして、塩原温泉もなかなか見頃でございます。はい、拍手が。この間の藤谷さんのリニューアルのライブの、はい、ラブフォーさんのライブの時は、まあまだかなっていう、まだかなっていう感じだったので、まあちょっと行ったのが夕方だったんで、まあ、ちょっと暗くなり始めたんでよく分からなかったんですけど、そうそう、ちょっと車の中からまあちらっと見では、ね、まだかなと思って、ちょうどこの月曜日はちょっと登った時がもう3連休の最後の日の午後だったんで、割とこの上りはゆったり行けたんですけど、下りはなんかすごい渋滞でしたね。あ、なんかというわけでこういうも、まあ多分今週から来週にかけてまだね、こう下の方ね、関谷の方から西那須にかけてもだんだんこうね見えてくるんじゃないでしょうかということでございます。はい、続いてはこれ、これ決めようか。ですね、はい、ソスイスクエアクワス内にあるベリーカフェさんね、今週末いよいよオープンしたいという情報が入っております。できているかどうかは、ね、また週末来ていただいて確認かしら、はい、それともね、明日明後日のアクアスの番組で確認できるかもしれないということですね。はいはい、リカフェなんかメニューがちらっと出てましたね。どうだろうな、さっきなんかお安い感じでしたね、ちょっと見たらね。先ほどなんか資料の紙これか、デザートメニュー、焼きたてパンケーキ、クレープ、フレンチトーストなどが各280円、フルーツサンド380円、フライドポテトが 100g100 円、アイスクリームデザート380円などなど、揚げたてピザコロッケ180円とかいろいろありますね。なんかこうね、はい、という感じでございます。はい、はい、楽しみでございますね。はい、じゃあ次はどれか、初頃お願いします。はい、はい、じゃあね、公民館祭りかな。はい、いわゆる公民館祭りもね、はい、華やかね、今週末今週末がピークなのかな。例えばですね、鍋かけ公民館のね、鍋かけ祭り、はい、鍋かけ千人展、11月10日午前9時から午後2時、それから三島公民館、三島コミュニティがね、これは三島ホールのね、あるところなんですけども、こちらでも11月10日午前9時から3時、ホールの中で、三島ホールなんですけれども、芸能発表会やサークル作品展示、コミュニティ模擬展などが出展されるということですね。はい、それから、田舎ランド鴨落ち収穫感謝祭、これは田舎ランド鴨落ちというところ、これが11月のちょっと決まるんですね、23日なんですね。それと、クロス公認館祭、こちらが11月9日10日、これが生き生きふれあいセンター午前9時30分から午後の、田舎ランドはさっきの読み方が杉内、杉内、ちょっと待って、今、はい、今調べ中です。はい、カモに打ちって書くんですね。はい、じゃあ、まあ、続けましょう。はい、それから高林マイセンマイ、ベセンマツギ、高林活力倍増センターと、はい、高林公民館、11月9日と10日、はい、午前9時から午後3時まで。だいたい今週末のイベントは、ね、今週末が多いですよね。はい、で仮の公民館も、まあ、11月9日と10日、
午前9時半から午後2時30分まで、そしてね、書くの呼び方ですけど重内だそうです。ガリドさんがまた投稿してくださいです。ありがとうございます、はい、はい、それとですね、ハロープラザ、こちら塩原なんですけども、ハロープラザこちらでもイベントが行われまして、11月の10日、午前10時から3時まで、サークル活動の紹介、創作作品の展示、音楽、芸能などの発表、各種模擬展、こちらなんですけれども、なんかウクレレの、ウクレレサークルのメープルお花さん、メープルお花さんねがこう発表するとなりまして、ね、水曜日のなっちゃんと、それから月曜日のガリリオさんですね、出演する予定になっております。はい、ぜひぜひ、ね、ご来場ください。あとはですね、あと11月10日、大田の投げ銭ライブ、こちらも、ね、はい、予定されております。今トコトコ大田原の、ね、すぐ隣の、ところでやっておりますので、ぜひ、ね、こちらも見に来てください。午後1時から、夕方4時ぐらいまでやっております。それからもう一個、大田原の、ゆいちくんですね、こちらを、よいちくんをどこにしようということで、ゆるキャラグランプリ2013、こちらの投票が、11月8日までになっております、ね、金曜日までだね、はい、というわけなので、ぜひぜひ ね、1日1票投票できますので、今日入れて6、7、8、3票、ね、お一人で入れることができますので、ね、ぜひこちらも。あら、昼間見たら12、3位ぐらいになってた、あれ、もうまだ順位出てたんですね。リアルタイムで、あ、本当に？あ、そうなんですね。あ、なんか新しい情報が。集計中で見れないかと思ったけど、見えてるんですね。早い時間は見れた。あ、そうなんだ。はい。なんか、昼間見たら12歳だったそうですね。ぜひ、ゆうちくんに投票をお願いします。はい。というわけで、今週の課題は、今日もね、これまで。さよなら。また来週。レディオ、アクア。